皆様、ま、こんにちは大紀元ニュースですアメリカの専門家はこのほど中国初となる国産旅客機 C919 の2021年の就航が難しくなっていると指摘しました C919 の飛行制御システム技術や部品などは欧米各社特にアメリカ企業に強く依存していますアメリカ政府などは中国当局が欧米の航空技術を軍事転用する可能性が大きいとして 技術提供などについてさらに慎重な姿勢を示しています中国当局は当初の計画で C919 が2014年に初飛行をし16年に納入を開始すると予定していました実際のところ初飛行は17年5月に実施されましたまた当局は納入を21年に延期しました C919 は中国初の国産大型ジェット旅客機です ボイス・オブ・アメリカ VOA9 月14日付によると航空リサーチ会社エンダウアナリティクスの創業者シュコア・ユソフ氏は21年に C919 の就航は難しいと指摘しました。理由は C919 の生産は欧州およびアメリカ企業による第三者サプライヤーに強く頼っているためです。新型コロナウイルスの蔓延が長く続いていれば C919 の納入がさらに延期される可能性が高いと同氏は語りました。 習近平指導部は2015年製造強国を目指す国家戦略中国製造2025を発表しましたその中で航空機産業を10の重点分野の一つに位置付けました当局は C919 を含む航空機国産化を通して国内外に国力を誇示する狙いがあります 中国市中国青年法は今年6月 C919 の国産化率が60%近くに達し現在100%を目指していると報道しましたアメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所 CSIS の中国問題専門家スコット・ケネディ氏は VOA に対して中国航空機の完全な国産化について不可能であるとの認識を示しました。ケネディ氏は、 C919 は名義上中国の国の産旅客機となっていますしかしこの旅客機が飛行するために使われている技術と設備は全て欧米各社のものだと述べ特に C919 の製造を支えているサプライチェーンはアメリカのサプライチェーンであるとしました。中中国国国有の中国商用機器コマックは C919 の前に小型ジェット旅客機 ARJ-21 を開発製造しましたケネディ氏によると C919 は ARJ-21 と同様にエンジン・硬着装置・タイヤなどの機器や部品は欧米各社から輸入し中国国内で組み立てています ARJ-21 の設計はアメリカ航空機製造会社マクドネル・ダグラスが開発製造した双発ジェット旅客機 MD-80 シリーズに 基づいていてます C919 が採用したリープ 1C エンジンはアメリカのゼネラル・エレクトリックとフランスのサフランの合弁会社である CFM インターナナショナルが開発しましまたアメリカの GE ・アビエーションが C919 の主要航空電子機器システム機上整備システム統合型航空電子機器システムなどを提供しました。 アメリカのパーカー・ハネフィン参加のパーカー・エアロスペース社は C919 の航空機油圧システムをアメリカのハネウェルは同旅客機の飛行制御システム車輪とブレーキシステムナビゲーションシステムなどを供給アメリカのハミルトン・サンドストランドは C919 の電源システムをアメリカのモーグは C919 の高揚力装置を提供していますケネディ氏によれば中国当局は2008年から9年に C919 の他の潜在的なサプライヤーを探し始めましたしかし中国側が近年民間企業の技術を活用して軍事力を強化する軍民融合戦略を推進しているため 欧米諸国の政府は c 九一九への技術提供が軍事転用される可能性があるとしてサプライヤー各社に対して金融措置を検討しています今年2月アメリカ政府は CFM インターナショナルに対して中国向けディープ 1C エンジンの輸出禁止を検討していると報じました中国メディアの当時の報道によると中国航空工業発展研究センターの上級エンジニア リッ氏は今エンジンの供給を停止されるのは釜の底から薪を引くことに等しいと述べましたアメリカの市場調査会社ティールグループのリチャード・アブラフィア副社長は欧米企業が開発したエンジンと航空電子機器システムがなければ中国は航空機を製造できない中国の最大課題は飛行機を作ることではなく エンジンと航空電子設備を開発・製造することだ機微に中国の国旗マークを貼り付けるだけでは無意味だと厳しく指摘しました皆さまこんにちは大紀元ニュースです中中国アメリカ大使館は9月11日 SNS 大手ウェ i b の公式アカウントに中国のプロパガンダ体制を批判する記事を掲載しましたが 数時間後に同記事は中国のネット検閲当局によって削除されました中国共産党機関紙人民日報は9日テリ・ー・ブランスタッド大使が寄稿した対等関係のリセットと題する記事の掲載を拒否しました同氏は何を掲載するかを決定し必要な編集を行う権利があると主張し理由を明らかにしませんでした 中国外務省の張立憲報道官は10日アメリカの記事掲載要求は建て前であり言いがか,かりの種を仕込むことが本当の目的だと批判しました9月11日午後4時ごろアメリカ大使館はマイク・ポンペオ国務長官が9月9日に発表した「中国の偽善的プロパガンダ体制」と題する記事を公式ウェイボーブに転載しました 同記事は人民日報の反応が中国共産党の言論の自由や真剣な知的議論に対する恐怖他国が公正で総合的な対応をしていないと不満を示す北京の偽善を露呈したと指摘しましたまたその一方で中国政府の当局者はアメリカのダイナミックで自信に満ちた民主体制においてアメリカの自由なメディアを通じてアメリカ国民と直接対話し 彼らのの政府の観点をを発表するる権利を享受している例えば中国の蔡天外駐米大使は今年だけでもワシントン・ポストやポリティコなどのアメリカの主要報道機関に5本の論説記事を発表し CNN や CBS などのメディアからもインタビューを受けているしかし中国の外務省や環球時報チャイナ・デイリーなどの中国共産党系メディア宣伝機関は アメリカの言論の自由の下でツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じてアメリカの政策やライフスタイルを好き勝手に平気で攻撃しているもちろんアメリカ以外の民主主義国においても中国は同じことをしていると批判しましたもし共産主義中国が成熟した大国になり 自由世界との関係を強化したいと真剣に考えているのであれば中国政府は欧米の外交官が中国国民と直接対話する権利を尊重し外国人記者を受け入れ中国人だけでなく外国人に対しても脅迫や嫌がらせをやめるべきだしかし中国当局はそうすることを拒否した選挙によって選出されていない正当なエリートたちは 自分たちの国民が自由な思考を持つことそして自由世界による中国内部統治の観光への批判を恐れていると示していると同記事は結論付けました中国共産党のプロパガンダ体制を批判したこの記事は公開後数時間で中国のネット検閲によって削除されました中中国アメリカ大使館は9月10日に同記事を公式ウェブサイトに転載しており 現在も公開されています。皆様こんにちは。大紀元ニュースです。中国の社会信用制度は、人工知能を使って大規模な監視を行い、市民の行動に点数をつけているとしばしば批判されてきました。これはまるでジョージ・オーウェルが小説、1984年で描写した監視社会のようです。 中共ウイルスが大流行したとき、SNS 大手の WeChat は健康行動アプリを立ち上げ、表面上はウイルスの拡散を封じ込める目的で、当局が人々の動きを追跡できるようにしました。しかし、一部のサイバー専門家は、中国政府が同プラットフォームを武器化し、反体制派の監視と弾圧を強化するのではないかと懸念しています。 9月3日高訴訟訴州市は文明コードを導入しましたこれは市民を民土で格付けし点数が低ければ罰を与えるものですしかし世間の大きな反発の中導入から3日後に当局は計画を棚上げすると発表し適切な時期を待って実施すると述べました訴州市警察局は WeChat の投稿で 18歳以上の全住民はこの市政府のアプリをインストールする必要がありアプリには新たに文明コード機能が追加されると述べました当局によるとこのアプリは蘇州市警察と市政法委員会が共同で発表したもので主に蘇州市のさまざまな健康行動を集約するために使用されています国営新聞南方都市法の報道によると 文明コードは以下のように機能します。はじめは、全員に1000点が与えられ、規則に違反すると減点されます。加減に達した人は罰せられますが、当局はどのような罰が課されるかについては、詳細を明らかにしていません。皆様こんにちは。大紀元ニュースです。アメリカの民主党副大統領候補に選出されているカマラ・ハリス氏の夫である ダグラス・エンホフ氏がパートナー契約を結ぶ世界的な国際法律事務所 DLA パイパーは中国企業と緊密な関係にあり元共産党幹部を雇用していましたアメリカメディアナショナルプラスが9月5日報じましたエンホフ氏は多国籍法律事務所の DLA パイパーと2017年から知的財産・技術部門のパートナー契約をしています現在は給職中だということですが DLA パイパーとの契約は継続しています副大統領候補の家族であり利益相反にあたる可能性もあります DLA パイパーは中国で30年近くビジネスを展開しており中国投資コンサルティング部門に140人の弁護士を配属していますまた中国事業推進のために中国共産党幹部も雇用しています 中国の中央政府及び地方当局との連携が必要だと説明しています DLA パイパーの紹介によると、訴訟規制部門の責任者及び国際仲裁部門の共同責任者を務めるアーネスト・ヤン氏は2013年に中国人民政治協商会議の代表として任命されています中国人民政治協商会議は国政助言機関です ヤン氏は2019年に同会会議の常務委員会に昇格しました。d l a パイパー」の「ジェシカ・ツオ」上級顧問は中国国際経済貿易仲裁委員会の事務局次長を務めたことがあります。他にも d l a パイパーの共同経営者であるグローリア・リウ氏は TikTok の運営会社であるバイトダンスにも投資していました。ロイター通信などによると、 トランプ政権は TikTok の情報安全の問題を強く懸念し、バイトダンスから切り離す計画を進めています。DLA パイパーは同じく国家安全上の脅威とみなされている WeChat を提供するテンセントとも業務提携しています。DLA パイパーは中国国務院の直接監督下にある国有企業、小商局集団に対して、 25億ドルの技術取引に関するアドバイスを提供しました商々局集団は中国の広域経済圏構想一帯一路を牽引する重要企業です他にも中国最大級の国有不良債権管理会社の子会社である下有投資や国有の鉱山精錬会社である中国黄金集団とも契約を結んでいますアメリカの保守系政治組織 アメリカ人には限定された政府を、代表リック・マニング氏は、カマラ・ハリス氏の夫の中国企業との関係について公開質問を行いました。DLA パイパーは、中国の医薬品サプライチェーンを支えたり、安全でない中国投資にアメリカ人の年金など個人投資を推奨している。マニング氏は、アメリカの主要な貿易問題の一つが、 中国の知的財産権の盗用であることを前置きして中国共産党によるアメリカの特許侵害を支援しているとしたら混乱を招くことだハリス氏は夫の中国関係ビジネスの詳細を開示するべきだと主張しています。